皆さん、本日はガチャリックスピン GGG プレミアムライブにお集まりいただきありがとう。だが、もうすぐ開演だというのに、このライブのタイトル GGG の意味が決まっていないようだ。メンバーのみんな、早く決めないと間に合わないぞ。これがガチャマンピンコから集まった中の GGG 最有力候補のカードってわけか。 GGG ガンガン飛ばしギリギリまで攻める、グッとくるバラードもあるご機嫌ライブ、まさにガチャリックスピンですね。 G が一つ多いです。たくさん案をもらった中で一番多かったのはやはり G といえばガチャリックスピン。でも次に多かったのがギフト。ガチャリックスピンはいろんなパワーを与えてくれるからって、実にいいタイトルだ。いやー、ちょっと真面目すぎる気がします。ガチャリックスピンはいろんなパワーを与えてくれるからって、実にいいタイトルだ。ちょっと真面目すぎる気がします。このカードどうだろう。ギターの子が可愛い、ギターの子が可愛い、ギターの子が可愛い。さっきのこれ絶対あの子だ。ちゃんと考えろよ。いやー、私ね、ギターの子が可愛いだと思ってたんですよね。なるほどね。これは内部からですね。ぐいぐい飲む、ガンガン飲む、ガブガブ飲む。誰だ、そんなふざけた意味送ってくるやつは。月曜に頑張りすぎちゃったからがっつり言ってもいいですか。だから誰だよ、ふざけてるやつは。ガチャリックスピンの社長です。早くしないとタイムリミットが来てしまいますよ。GGG プレミアムライブ GGG GGG GG GG GG。 おー、素晴らしい。タイトルが来た。こんなタイトル付けられるの嫌いだろ。でも言うてそんなに GG いる。ということで、今日この場所はガチャリックスピングラウンドゲームズ。ここは君たちのグラウンド。運動会だと思って声が出せない分、思う存分体を動かしてゲームのように夢中になって楽しむんだ。では早速ガチャマンピンコに初めのミッション、マナーを守りながら準備体操をしていくぞ。準備体操にはものすごくスペシャルな講師を呼んでいるぞ。インストラクター鈴木レオナ。どうも皆さん、お集まりいただいてありがとうございます。よろしければ立ってください。それではミュージックスタート。 GS 体操第一、腕を大
きく動かしていきましょう。まずは深呼吸から。いいですね。はい。アンジーの A、 腕を大きく伸ばして頭の上でアンジーの A を作りましょう。 A、 皆さんもご一緒に A、 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 ラスト1回です。脇を伸ばしながらユリの Y を表現していきましょう。しっかり伸びていることを意識しながら3、はい、Y、 Y、 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 残り1回です。 Y、 次はその手を閉じてオレオの O を作ります。左右に動いていきましょう。リラックスしながらいきましょう。はい、おう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 。ここで休憩タイムです。そう、友蔵の T、 しっかりと休みましょう。右手上です。そうです、ありがとうございます。花の H、 呼吸が整ったところで耳の横に手を振り上げていきます。H、 H、 はい、 H、 H。 それではここまでをつなげてやってみましょう。 A、 Y、 O、 T、 H。 完璧です。ここからはリーダーも入れてやっていきますよ。いきますよ。 A、 Y、OH、 下中の皆さんもご一緒いいですか。 A、 Y、 O、 T、 H、 下中の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 素晴らしい。それではそのままの勢いでデビューしているI'm not afraid to die.
からダッシュからから生まれ変わる
一緒に全員一丸となって楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、GGG のタイトルですね、ガタリックスピングラウンドゲームズというタイトルに決まりました。これね、みんなから募集していいタイトルを決めようということで応募してくれた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、曲という名の種目がどん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 幅広く出てきますので、一緒にね楽しんでもらえたらなと思います。とはいっても今日めちゃくちゃ最近ね本当に暑いじゃないですか。暑いね。ライブ中もねマスクはしなきゃいけないけど、しっかり水分補給はして、なんかちょっとでもね体調ちょっと悪いかもと思ったら近くのスタッフに声をかけてください。最後まで楽しく元気に、いけたらなと思います。最後までよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ行っちゃいますか。新曲聴いてください。キラキライ。僕は君がいいんだ、君は僕でいい。寂しいな、僕は君がいいよ、この先もずっと。だけど僕は君の人生の通過点だ。君を消し去れるかな。涙落ちてく忘れた崖など
Just keep going. 그렇게 슬퍼 견디.
100曲以上あるから、うん、どの曲で攻めるかの、ね、あの迷うわけですよ。そうなんです。このカラーでセットリストを組んだらこういうガチャリックスピンになるよねって結構いろんな表情を持ってるんですけど、今日は全部のせ丼でいきたいと思います。盛りだくさん丼です。はい、皆さんどうも、花です。ありがとう。皆さん楽しんでると思いますが、私もすごく楽しいです。花さん本当に楽しい、楽しい。今のテンションの大丈夫、大丈夫、すごい楽しい。そう、それでね、今日はこんなトヨスピットというね大きなステージでライブをやらせていただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。ただ、私には夢があって、今日も大きいところですけど、もっともっと大きいステージにガチャリックスピンとして立ってみたいなっていう、そんな夢があります。ただ今日はその夢の話じゃなくて、夜寝るときに見る夢の話をしようと思います。え、トヨスピットで、その夢の話じゃないんだ。今日するの、今から。これが花さんでしょ。寝てるときに見る夢の話だって。したいなと思って。どうぞどうぞ。私割と 100% に近い確率で夢を見るんですよ。ですごいちゃんと覚えてるんですけど、前日に見るテレビの影響をすごく受けやすいです。小学生か。はい、なので、芸能人とかよく出てくるんですけど、例えば子供ね、刑事ドラマとか某相棒とか見ると、もう言っちゃってる、某相棒じゃん。杉下右京さんがね、出てきて、まあ、私に推理の相談をするんですよ。絶対相手間違えてる。そう、例えばね、刑事ドラマだったらそんな感じだし、まあ、他にも菅田将暉さんとか、まあ、江口のり子さんとか渋くいきます、ね、吉田鋼太郎さんとか、うん、まあ、すごい古い人だと長戸博之さんとか。それ私のすっぴんだから。まあまあ、気をつけて。似てるんだよね。すごいいろんな大御所の方とかも出てくるんですけど、うん、必ず私の夢に出てくる人は私を頼るんですよね。何相手間違えてんだって。そう、なんかすごい年配で大御所の方なのに私に人生相談をしたりとか、これで合ってるかな、大丈夫かなみたいな相談をされる、よく夢を見るんですけど、これどう思う、小川さん。そうですね、そう、夢占いすごい好きで一時期本買って読んでたんだけど、芸能人の夢が、芸能人の人が出てくる、タレントさんとかが出てくる夢って、はい、自分がチヤホヤされたいよ。あーあー、されたいの、花ちゃん、花ちゃん、チヤホヤされたいの、みんなに教えちゃったね、チヤホヤされたいの、って言うから。それさ、毎回さ、声高くなっちゃった。毎回芸能人
人が出てきて毎回頼られたら毎回何そうチヤホヤされたいってこと。でも夢の中で実際チヤホヤされたことあるよね。何の話これ。いやあのこの間の名前出していい？いいよ。菅田将暉さんに告白されてました。だから小松菜奈さんの小松花になる。小松花になる？謝れ謝れ。まあ大体全部あの断ってるんですけどね。これおかしい。断ってるから。知らないの。チヤホヤされたいんじゃないの？今それどころじゃないんでっていう話をして断ってますけど。まああのね、夢を持つことも自由ですけど、あの見る夢も自由なんだなっていうそういうお話でした。ありがとうございます。自由だ自由だな。はい、じゃあ夢の話はこの辺にして次の曲いきたいと思います。次の曲はなんと新曲です。今日初披露です。あなたはあなたのままでいい。そのままでいい。いつだって私たちはあなたの味方です。 Where you belong。
がとうございます、聞いていただきました新しい曲。今日はですね本当に、3分の1ぐらいは、音源化されてない曲をセットリストに入れてます。今日初めて来た人はねもう全部が新曲だと思うし、ガチャリックスピンをずっと応援してるよっていう人でも最近ねライブがなかなかなかったりとかもしてねこう新しい曲を耳にするんじゃないかなと思うんですが、今のガチャリックスピンをねしっかり楽しんでもらえたらなと思って新曲をいっぱい持ってきました。どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか。ということでまた次も新曲やっちゃいたいと思います。めちゃくちゃ新曲祭りだ。やりすぎ、やりすぎだよ。でもねこの曲はライブが大好きなみんなのためにガチャリックスピンが作りました。聴いてください。 GS ライブライブライブ。For you, I sing this song. You need me, I need you. Someday we'll talk again. For you, I sing this song. You need me, I need you. Keep me, no matter what. Da 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 da. Out. 気持ちは蹴飛ばしてゴーバイバイ。マイクを貯めて。Pink yellow blue white battle. 君の泣きながら。Thank you.
そう、あのあれがさ、鈴木さんだからね、あの。え、また？何？ちょっと食べてるよな。ほらよ、もう次何？あ、うん、あれ？おっと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 見られてた、とっとっと、いつからおんねん、いつからおんねん、今日はということでガチャリックスピンのメンバーにはグラウンドっぽいところでゲームっぽいことをしてもらいます。今、曖昧だな。それでは皆さんにグラウンドっぽいところにワープをしてもらおうと思います。もわ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 さあ、着きました。グラウンドっぽいところです。ゲームっぽいこと始まるよ。それでは行きます。反復横跳び。乗馬配膳靴。状態起こし。全身
続いては会場のガチャマンピンコにミッションを与える。だからとか関係なく辛いんだこの曲は。いやでもね、多分ね50ぐらいもっときついぜ。いやいやいや、でもミッションジャンプだから、トヨス飛べるよな、まだまだ。いくぞトヨス。しっかり飛ばない人はアンチがマーキングします。それを見せてくれよ最初から。まだまだ超
再クローズ好きにならないで好きにならないよ言えば言うほどに惹かれてゆくああこれ以上ダメなんだよじゃあ後悔だとこんなんだって飲み込んだって結局走り出してる逆走危険だねああ胸がドクドクまだこれで終わったら終わったと思ったら大間違い次は5分間一本勝負その場でもも上げです走れよ本気出せI'm not afraid to die.
顔してる人いるけどおかしくない？
久しぶりの桃揚げ。シャキシャキしてて足腰が辛そうだけど大丈夫？どうしたの？こっち側も大丈夫？ライブはまだまだ続きます。でも心配しないで、この後私が元気になれるビームを出してあげる。あー、雨、大変みんな濡れちゃう。生きていればいろんなことがあるよね。雨の日も曇りの日も嵐の日ももちろん晴れの日も笑顔の日も涙の時だって24時間あなたを守るわ。マジックアンブレラガール。
ありがとうございます。それではここからはこの方のこのコーナーいっちゃいましょう。友蔵ちゃんのおしゃべりコーナー、イエーイ、やってまいりました。皆さんお待ちかね、友蔵ちゃんのおしゃべりコーナー。皆さん今のブロックかなり攻め攻めな曲順でしたが大丈夫？腹立つな。まもなく私のねビームによって椅子に座ることができると思うのでもう少しの辛抱です。それではこのコーナーで私の笑顔と声に癒されていってくださいね。よろしく。そうなんです、早速なんですが、実はここだけの話、私宇宙人でビームが出せるんですよ。今日はですね、初めてガチャリックスピンのライブを見る関係者の方々、そして先輩方が来ているので、私大丈夫かと思う、ヒヤヒヤしながら宇宙人設定頑張っております。ということで早速ですが、皆さん今日もビームを浴びたい方は拍手で教えてください。ありがとうございます。それでは皆さんの声にお応えして、初めての方は周りの方の空気を読んで浴びてくださいね。それではいきますよ。 GGG の意味はやっぱりギターの子が可愛い、ギターの子が美しい、ギターの子がワンダフルビーム。素晴らしい。いろいろな、ね、方の力、そして皆さんの想像力と優しさによってこのビームはできております。ありがとうございます。皆さんが椅子に座れてホッとしているところで、ワンマンライブ恒例のメンバー紹介のコーナー行ってみましょう。皆さん、ま、ここは長いので休憩タイムだと思ってください、うん、あ、そうですね、道の方座っていい、ね、いやいやいや、メンバーはいないとまずは、はなちゃん。音楽の天才、結成から12年間音楽面をリーダーとしてメンバーを引っ張っていってくれました。見た目はクールでとっても知的に見えるでしょ。ちっちっち残念、音楽以外のことはさっぱり。今日の記念にメンバーみんな手書きのデザインでサイン色紙をね、販売してるんです。はなちゃん作の色紙がこちら。お分かりだろうか。やばい、バカじゃん。はなちゃん、これじゃあ豊洲ピットじゃなくて豊洲ピットだよ大丈夫。漢字は書ける日と書けない日がある、ボーカルはなしかも全部これでした。しかもそう、あのこれを指摘された時に、うん、さんずいを書いた記憶がないことも確かだったんで、あ、絶対間違えたって思った確かな記憶だったんですね。これからはもうこれで、これを機に豊洲はもう書けるんで大丈夫です。期待してます。お次はアンジー。アンジーのラジオ番組をきっかけに講談師の神田伯山さんの目に留まり、そこからさらに爆笑問題の太田さんの目に留まり、なんとサンデージャポンに出演するようになりました。すごい、すごい。チャンスをつかみ取る力と勢いが半端ない二十歳ガール。ですが最近、先日のね、文化放送でのアンジーの特番ラジオ、皆さん聞きましたか。リスナーさんからのメールを読み上げていたアンジー、陽気日の漢字が読めなくて陽明主豊臣秀吉を豊臣秀吉と呼んでいましたこのバンドのセンター2人大丈夫でしょうか。やばいじゃん2人、やばい。 IQ はまだまだ若輩者、アンジェリーナ3分の1人生まだ20年なのでアーカイブあります、タイムフリー聞いてください。お
次はゆり、可愛くてとっても小さくて可愛くて、それは確かな事実なんですが、自分自身もそのことに気づいているずるいやつだな。可愛い上に甘え上手なんです。ゆりの周りにはいつもおじさんのスタッフがワイワイしている気がします。超転がすもんね。いっぱいいるよ。気がします。気がします。あ、そう、先日のね、とある撮影をメンバーとしていて、その時の話題で一番言われて嬉しい言葉は何という質問に、ゆりさんは、あ、嬉しい言葉、好きと答えてました。あざとい。あざとい、あざといから。本当だよ。ちなみに、ちなみに ね嬉しいじゃん、好きって言われたら、はい、ちなみにキーボードの、ね、オレオ様が今一番言われたい、でもずっと言われていない言葉、それも好き、ドラムスユリー。おかしいだろ、大事故だ大事故、挟むな挟むな。次はキーボードオレオ。オレオ様の新しい衣装、とっても派手で元気はつらつで可愛い、うーい、ファッション。最近はね、私服でも衣装かっていうくらいの派手なコーディネートで、見ているだけで元気をもらえるんですよ。なんでもカラフルな服を着て自分自身のテンションを上げてるだそうです。普段どんだけ暗いんでしょうか。そんなネクラナオレオ様、先日コンビニでお酒を買おうとしたら、なんと未成年に間違われたそうなんです。ありがとうございます。すごい、アンジーより下だからね、未成年ってね。すごい、この辺がないないって顔してるけど大丈夫。どこだどこで嫌だ。でも年齢確認がね厳しくて、今年35ですと必死に伝えても、いいよいいよ、いちいち言わなくて。伝えてもさっき20歳って言った後に35はきついでしょ。伝えてもね、なかなか信じてもらえず、身分証明書をね出してくださいと言われてしまいました。やばい、何も持ってないと焦るオレオさん、とりあえずマスクを少し外して顔を見せたら、と納得されたそうです。やばい、なんだこっからしたら何がいけないのか教えてよね。だいぶひどいよね。顔面のおかげでお酒が無事買えてよかったね。顔面が年齢確認を取れる身分証明書、あれ、俺だな。これからもよろしくお願いします。35歳です、もうアップにしないでお願いします、消してください。お次は古賀さん、かっこよくベースを轟かせる姿と打って変わって、オープニングではセクシーな古賀さんが出てきましたよね。ダチューの分からない方にもいると思うので説明をすると、古賀さんはその昔グラビアアイドルをやっていました。20年前ぐらいかな。なんでもオーディションで可愛くもないし綺麗でもないけどなんか気になる、面白い、採用と合格したそうです。めちゃくちゃ適当なオーディションですね。誰だよ審査員。その時の当時の作品がこちら。やばい、こちらこがこがチャンピオン祭り、不思議のタイトルだな。不思議の国のプチミ、不思議の国の不気味の間違いじゃないですか。なんとこのね、VHS が出てきたので、今日は特別にこの不思議の国の不思議の国の不気味を一点限り販売しようと思います。すげえ。しなくていいよ。しかもね、レアな商品なので通常価格3300円のところをなんと2300円で販売します。なんで安くなっとる。あげるんでしょ普通。安くなっとる。買いたいと思う人挙手。そこだ。結構いる結構いる。でも少ない。あ、結構いる結構いる。もっとあげろよ。嘘でもいいから全員あげろって一回。ちょっと待って、なんか微妙に
ですよ。誰にする？あ、じゃあそこの黒い T シャツを着て、まあ、白いマスクをしている、ここにラバーバンドをして時計をしている人。はい、じゃあ一回立っていただいて。オッケーオッケーオッケー、覚えました。ちょっといかつい感じの T シャツを着ていらっしゃる、マスクをしたちょっと優しい笑顔の男性の方です。ていうか恥ずかしめにあってるよね。あの人は VHS 買ったんだみたいな、さらされてる感じ。終演後にね、あの焦らなくて大丈夫ですので、物販の方にお越しください。特典会とかもね、参加した後でも大丈夫です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。すごいよこの人数。すごいよねえ、挙手すれてやばくない？ねえ、見たい。一昔前の感じが。ちょっと中身気になるね。不思議な国の不気味エフチョッパーコーナー。いやー、歴史がある。そして最後は私。いやいや、何この写真。とっても可愛くて、ギターも弾けて、歌も歌えて、演技も上手な友情ちゃん。しかもしかもグッズも担当しておりまして、今日も素敵なグッズをたくさん用意しましたよ。友蔵ちゃんの愛のこもったグッズたち、ぜひゲットしてくださいね。天は私に二物を与えた、ギター友蔵。ずるくない？自分だけ可愛い写真を。イエーイ、キメキメの。それでは後半戦になるんですが、なんと後半戦の1曲目マインドセットはですね、携帯での動画撮影 OK タイムとします。ですので、この皆さん終演後にその今日撮った動画を、こんなライブだったよみたいな感じで、ハッシュタグガチャリックスピン、カタカナのガチャリックスピンをつけて、広めてもらえたら嬉しいです。それでは撮影をしながら、じっくり見たい方は心のカメラで撮影をしながら楽しんでいってくださいね。よろしくお願いします。すごい、初めて？初めてかもしれない。すごい新鮮かも、新鮮、この雰囲気が。それでは、やばい、間違えれない。緊張する。後半戦になりますが、皆さんまだまだ盛り上がっていけますか？立ち上がっていけますか？豊洲でもっともっと楽しい思い出作っていけますか？それではいきますよ、マインドセット。衝撃3秒フラリに振られて踏んだりキャットリー、 Oh my god、 君は用なしなんだって、みっともねえなこんなんで、しんどくせえ Love and Peace お別れです。チューチューして身を委ねて、いい子に見え、 I don't know what you say、 腹が立て吐き出したって、日もさちも行かないで、 Days もういいわ、やめろやめろこのぶつけ、めんどくせえ思いして簡単に見落とす、集中して気を利かしていい子に見え、 OK です、 Hey hey イエスマン魂です、金をフリーズ隠してショップフリーフリーしちゃって感情フリーズ、仕事をして身を任せて、怒られ TPO わきまえしっかり今日も過ごす、つまんねえなクロストーク、聞いてねえな私のトーク、いいですね、どうでもねえ身を任せて、ベコベコスマイル、上々です、調子はどうです、コピーチェック、なんだかな君はうるせえな
私たちはこうやって好きな音楽を好きなライブを全力で届けていきます。みんなも好きなもの、好きなこと、そして自分を大切にしてください。ラスト聴いてください。 I wish I I wish I could stay the world to harmony美しい。Wow! Shut it up! ねえ、人と違って恥ずかしくないの？あしろこうしろこうあるべきだ。多いもんがちで決める世の中、本当に言いたいことは何？本当の自分はどこ？本当になりたいものは何？自分の人生だろ。
アンコールありがとうございます。今日はね、来てくださった皆さん本当にありがとうございます。そしてね、今日はいろいろ映像をね作ってくださったムービーディレクターの皆さん、そしてね本当に音だったりこういう舞台セット機材周り、そして物販でいろいろやってくださるスタッフさん、本当にいろんな人の支えがあって今日のライブができています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてみんなです。みんなもね、昨日さ、まあ、さっきアンチも言ってたけど、こういろいろ SNS、 みんなの SNS 見てるよ。こう前乗りしてね、今日のライブのために、ワクワクしながら今までのガチャリックスピンのアルバムをね順番にいろいろ聞き直してる人がいたりとか、今家を出るみたいな車の BGM はこれベンジャンだ、なんでなんだろうと思いながらとか、本当になんかこう今日という日をすごいワクワクして待ってくれてたんだなって思うとすごい愛おしくてね、アンジェのラジオをきっかけにね知ってくれて初めて来た人もガチャリックスピってどんなバンドなんだろうってすごい調べてね、来てくれてる人がいたりとかして、本当にそのね姿を想像すると本当に愛おしくて、なんかこうみんなはいつもねこう私たちにねこう言ってくれるじゃないですか、こうガチャリックスピンがいるからね今日も頑張れるんだとか、なんかガチャピンがいてくれるから救われたとか、そういう本当に私たちにとっても嬉しい言葉をなんかこういつもみんなからもらっていて、でも私たちも同じなのね、みんながいてくれるから、みんなが存在してくれるから今日もこのステージに立てているわけだし、本当にこれからも、お互いにお互いの道を照らしていけるような支え合っていけるような存在でいたいなって思います。ガチャリックスピンね10年以上バンドやっててまだまだでももっともっと上に行きたいと思っています。やっぱり新しいものが好きな、ね、人は新しいものが好きだっていう人も多いけど、ガチャリックスピンはこれぐらいどん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 続けているからこそ届けられるものって絶対あると思うから、これからももっともっと前に進んでいくので、これからも一緒に歩んでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。存在がみんなにとって、本当に力になるような存在でいられるように、その思いを込めて最後この曲聴いてください。
Yeah.
今日はメンバーと一緒にステージを作り上げてくれたガチャマンピン子の姿が本当に素晴らしかった。思う存分ライブを楽しむこと。今日のミッションクリアだ。最高な一日をありがとう。だがこれで終わりだと思ったら大間違い。最後に一つお知らせがある。来年2月23日 LINE キューブ渋谷ライブが決定した。チケットは本日21時から SC ガチャレンジャーから先行予約受付開始だ。これからもガチャリックスピンから目を離すな。じゃあまたな。2月23日 LINE キューブ渋谷また絶対会おう。